さあ、ただいま。遅いで、はじめちゃん。お、掃除ちゃん。起きた。何か用か。ちょっといい話があんね。はじめちゃんにだけのとっておきや。朝日屋におったもんな、掃除は。なんや、その顔。まあ、ええわ。後で土蔵に来てもらおうか。どうぞ。ここじゃまずいのか。二人っきりで話がしたいんや。わしとはじめちゃんとで。ほな。何されんねや、土蔵で。狂犬が吠えるからな。起きた。何のつもりだ。まあ、気が向いたら話を聞いてみるか。土蔵で待ってると言っていたな。OK、じゃあ、土蔵行く？ちょっとバトルダンジョンやりたいんよな。新たな歩兵が解放されています。3番隊の任務受付に話しかけて内容確認してみましょう。ちょうどええな。ちょっと見てみるか。重量使って、あれできんねや。じゃ、一旦1両使って歩兵しとくか。まこと、おい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 、ガチャやん。 おい、新選組ガチャやん。大使獲得。お、道明寺。和樹。おい、スターダストやん。そんだけ？ちょっとじゃあ5両も行っちゃっていいっすか？やばい、ソシャゲの廃課金になってます。鈴木無難町 無難町。極み癒しの舞。全員が踊ってる間、ヒートゲージが溜まり、体力が回復。神癒しの重臭。重大使の人数に応じてプレイヤーの体力を自動回復。おい。でも、あんま使いそうでないな。よし、土蔵来ましたよ。話してなんや、掃除。よう、待っとったで、はじめちゃん。俺に話ってのは。相変わらず愛想がないの。まあええわ。ところではじめちゃん、戦国虎ノ城って名前知ってるか？戦国虎ノ城。戦国？いや、知らねえな。戦国は京で指折りの呉服商や。伏見にごっつい豪邸構えとる。はい。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで？その戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまわれとる。戦国は売られ勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。なるほどね。それを取り締まるってことか。当たり前やろ。わしら新選組やで。なら、なんで俺だけに話すんだ。確かに。手柄の分け前減らしたないんや。せやから副長にも言うとら。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩、二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた、何を企んでいる？怪しいぞ。なあ？組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。長倉でも、藤堂でも。はじめちゃんは天然理心流を追ってうちに入隊したんやろ？金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら、分け前で揉めることもあらへん。おう、脱衣麻雀で負けたんか。ええか？夜になったら戦国んちの前に集合や。戦国んちの前集ち合ゃな。んと準備してくるんやで、はじめちゃん。了解。戦国んちの前集合か。沖田のやつ、言うだけ言って行きやがったな。伏見の戦国虎の城邸討ち入りかよ。気は乗らないが、奴一人で突っ込んだら、いらん死人が出ちまいそうだ。仕方ねえ。戦国邸の前に夜集合だってね。しばらく時間を潰すか。オッケー。じゃあ、時間潰して行きますか、戦国虎の城のとこ。なんしてんねん、いかつい二人組。局長は、あっちから車で会うことはできへんで。私もそう言ったんだけどね。じゃあ。局長には会えましたよ。おるなぁ。最後の話聞こうか、長話。あ、来たわね。ちょっと聞いてよ。あなたが話し相手になってくれてからすこぶる体調がいいのよ。あ、でもあなたに話を聞いてもらうのもこれで最後なのよね。そう考えると名残惜しいわ。ちょっと熱なるからさ、こいつの喋りしてたら。クーラーつけるわ。よし。私の最後の長話、付き合ってくれる？いいよ。
これで最後だからな。わかってるわよ。最後のおしゃべりだし、私張り切っちゃうから、これが最後の長話。言っても無駄だと思うが、できるだけ手短に頼む。最後だっていうのに釣れない人ね。でもここまで付き合ってくれて本当にありがとう。でそんな感謝の気持ちを込めて私喋るわ。実は今回あなたとのおしゃべりを最後にするって決めたのには理由があるのよ。私のおしゃべり付き合ってて疲れるでしょ。ああ。いいのよそんな気を使って嘘なんて。で本音、ちょっと乙女心に気遣いなさいよ。まあいいわ、私実は恋しちゃったのね。恋？こんなおばさんが恋だなんておかしいわよね。笑ってもいいのよ、でも本気なの。心は20代なのよ。10代ちゃうんかい。最初に会った時に話したわよね、お茶屋さんの前で偶然会った昔の友達のこと。そう、小太郎ちゃんって男の人よ。あ、もう名前忘れてた、あぶねえ。名前聞かれてたらなあ、やばかったわ。再会した時からずっと彼のことが気になってるの。でも男の人っておしゃべりな女の人嫌いでしょ。私この性格やめたいと思ってるのよ。あれからたびたび2人で会う機会もあるんだけど、気づいたら私がずっと喋ってるのよね。せっかく小太郎ちゃんと会っても家に帰って振り返って考えると、あ、今日小太郎ちゃんの声聞いてないって言って今たまに会ったりして、そういう時は自分で自分のおしゃべりさに呆れるわ。小太郎ちゃんのためにも私変わらないといけない。だから今日で長話する私はおしまいにするの。そんなに簡単に変われるはずない、そう思ってるでしょ。でも残念、私にはちゃんと秘策があるのよ。人前でおしゃべりがしたくなったら、持ち歩いてる梅干しをそっと食べるの。そしたら口がむぐってなって喋れないでしょ、梅干しの極みか。え、それがどうしたって顔してるけど聞くのよこれ。本当よ、もちろん秘策はそれだけじゃないわ。そんな一時的な方法だけじゃダメっていうのはちゃんと分かってますからね。最近はほぼ毎日ね、夜に家を抜け出して近所の畑に行くの。そこで今喋りたいと思っていること全部ぶちまけるの、立ってるかかしに。あなたの仏頂面で慣れちゃったせいか、かかしの方が表情豊かに話聞いてくれる感じがしてとてもいいの。その点お礼を言わなきゃね、あなたに。夜かかしに喋りたいこと喋り尽くしてるわけだから、昼間そこまで誰かと長話しなくてもいいという寸法ね。頭いいでしょ。でもやっぱり本質的なとこは変わってないのよね。長話を誰にも聞かせてないのは事実だけど、かかしに喋ってる時点でおしゃべりなど変わってないし、こんな自分を騙し続けるやり方で本当にいいのか、本当に私変われるのかしら。そんな葛藤の中、あなたに長話を聞いてもらってる私、つくづく罪な女よね。自分で自分が許せないわ。でもね、こんなに悩むくらい今回の恋は本気なのよ。彼の好物大根の浅漬けも美味しく作れるように練習してるし、彼の趣味海釣りなんだけど、いつお誘いが来てもいいように海釣りの練習に一人海まで行ったわよ。その時は初めてなのにカツオが釣れたわ、すごいなお前。あとはただ一つ、このおしゃべりな性格を直すことさえできればいいんだけどね。咲子さん。お、誰よ。お、言ってた彼か。ええ、小太郎ちゃん。話は聞かせてもらったよ、僕のためにそんなに努力してくれてたなんてありがとう。いやねえ、全部聞いてたの？私ったらなんて恥ずかしい女なの。僕は咲子さんのおしゃべりのところも好きなんだから、無理して直そうとしなくていいんだよ。めぐないお前。パキってお前新地で捕まったパキパキおじさんやん。むしろ咲子ちゃんのおしゃべりをずっと聞いていたい。小太郎ちゃん、お前小太郎やのに器は大太郎やな、お前ほんま器大きい大太郎や。何もかもいらない心配だったみたいね。あなたにも随分お世話になったわ。もう私あなたから卒業できそうよ。そうみたいだな。これからは俺じゃなく好きな男に話を聞いてもらえ。うん、そうね、そうするわ。ありがとうね色男さん。じゃあな、仲良くやれよ。あれ短いな。あ、待って。なんだ。ちゃんと私の話聞いてたか確認したいんだけど。お前。やらないとダメか。うん、ええ、もちろん。じゃあね、これは覚えてる？私がおしゃべりな性格を直すため夜な夜な話しかけてたものは？いや、カカシよ、そんな余裕やん。カカシだろ。そうそう、私が夜な夜な話しかけているのはカカシ。突然の質問にもしっかり答えてくれるなんて、それだけ私の話を真剣に聞いてくれてたのね。でもね、夜中に畑でカカシにブツブツ話しかけてる女がいるってことで、ご近所ではちょっとした怪談が流行ってるのよね。じゃあ次、小太郎ちゃんの好物何だったかちゃんと覚えてるわよね。大根の浅漬けや。大根の浅漬けだ。そう、そうよね、彼の好物は大根の浅漬け。今では私の得意料理になっちゃったわよ。ほんと、咲子さん嬉しいよ。
やだもう恥ずかしいこと言わないでよ。あ、ごめんなさい、あなたのこと置いてけぼりだったわ。え、それじゃあね、最後にこれだけ聞かせて。私が海釣りの練習で釣った魚は何だったかしら。カツオや。男てカツオだな。そう、カツオ、初めての釣りにしては上出来よね。まさにこれ恋も釣りも大物を釣り上げちゃったってことかしら。と、こんなとこかしらね。あなたがどれくらい私の話を聞いてくれてかよーくわかったわ。素晴らしい話の聞きっぷりだわ。完璧よ完璧。そうよね、今回で最後だったものね。ちゃんと話聞いてくれてありがとうね。そうだな、今までのお礼受け取ってくれるかしら。金の印籠。今まで私の長話に付き合ってくれて本当にありがとう。これからは彼、小太郎ちゃんに末永く長話に付き合ってもらうことにするわ。でも寂しくなったらいつでも呼んでね。あなたと私の仲だもの。おしゃべりするためいつでもあなたの元へ駆けつけちゃうわよ。いや遠慮しておく。そう言うと思った。最後まであなたらしいわね。また機会があればお話ししましょう。じゃあね。やっとどっか行ったか、口から先に生まれた咲子。もうあの女の長話に付き合うこともないか。そう思うと少し寂しい気もするね。これが最後の長話。いや、いい話やん。小太郎ちゃんとうまいこと言ってよかったな、咲子。戦国亭迎え。よし、じゃあ行きますか、戦国亭。祭り男爵になったし。お、みんな集まってるやん。いいね。ここか、戦国亭。はじめちゃん、こっち。そんな小声で大きい声出すんやったら普通に喋れよ。さあ、堂々と正面から行くんか。屋敷の中の状況は。おい。ねえ、勤皇派の志士たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎや。これから踏み込まれんのも知らんと、アホな連中や。アホな連中やな。なもん、どうでもええろ。何歩追ってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけ。オッケー。新選組に入った甲斐あったね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ切りや。なるべく切らんといくわな。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。他に何があるっちゅね。さあな。くー、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。禁断症状出てるよ。ええな。ちょっと待った。ちょっと待ってくれ。はじめちゃん、こっちは早う打ち入りしたくてうすうすしとるんや。はい、すいません。ここでいつまでも待っとるんで、早う準備してや。ごめん、ちょっとやってみたかっただけ。行こう行こう行こう。はじめちゃん、準備はええな。ああ、いつでも行ける。よっしゃ、行くで。行くで。祭り男背負ってるからな、こっちは。毎度おきに。ご存知新選組やで。毎度おきに。今からぶっ殺しに行くで、お前ら。怖すぎるやろ。一番大隊長がいきなり夜な夜な戦国虎の城を探せ。あー、まあまあまあ、ゆっくり行きますか。おー、なんや。お前虎の城すぎるやろ。おい、戦国おったな、あんな小物。あの格好、あいつがここの主、戦国か。奥へ逃げたな。外で起きたたちも派手にやってるようだな。今戦国を追うぞ。よーし、暴れまくってすぐ追いつくからな。虎の城待っとけよ。さあ、なんか来たぞ。はいはい、あいつもの鎧系のな、あいつな。パン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 。青柳強いな、お前。おい、やめろ。なんやお前それ、なんやお前それ。お前そうなったこうや。もう割ったる割ったる。はいはい、やい、強すぎ。はい、強撃からの、はいはい、やめてくれ。ガードしてくれ、ガードしてくれよ。強撃からの極み。おい、青柳そんなもんか。はい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 、はい、ソークマケ撃、ソークマ撃。いつでもどこでもクマが出るからな、気ぃつけや。ほんま
こいつ。はい、避けて極み陶器球、なんやこれ、エネルギー波や極みパンパンいいね、バトルが仕上がってる、祭り男の伊達じゃないなこのハッピー。あ、終わりか。まだか、戦国虎の上へ。あいつからくり屋敷にしてんのか、腐った野郎やな。おー、くっそ、なんだあれは。隠れながら拳銃撃つか、強引に近づくか。隠れながら撃つけど、ちょっと回復させて。あれやばそうなガトリング持っとんな。はい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 、やばいやばいやばい、遮蔽物の大事さを、エーペックスで学んだこの遮蔽物の大事さをここで生かす。うわ、無難所鈴木のなんかあれ使いたいな。近づいて、えぐ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 、なんやあいつ、一生撃ってくる、近づかれへん。え、どうすればいいの。ミッションにさっきやった、はい、触れない剣舞。あ、全然食らってない。おいおいおい、どうすりゃええねんって。ちょい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 、はい、極み猛虎飯猛虎飯って呼ぶか知らんけど、はよしね、可能。はい、首元ガブリー、ナイス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 、食らいすぎやろ。あとは戦国さんだけか、ちょ回復させや。えぐいねんけど、あれどう戦えって言うん。止まったタイミングで、あ、オッケーオッケーオッケー、止まったタイミングで撃てばいいんだな一発撃たれただけで、お前お前何発かトリング撃ったと思ってんの、さっき。お前何ビビってんねん、おいおい、はいはいはい、お疲れ。む、追ってか早いな展開、数が多いな。一気に決着方法はこれだ。いいね、どうやって使うの、どうやって使うの、どうやって撃つの、どうやって撃つねんって、どうやって撃つねん、説明せえ青か、なんか処理落ちしてないランブランブ、どうやって使うか説明しろよ。無難調、いや極み癒しの舞や、これシュレピッピやA じゃないか踊ってるはい、全員 A じゃないかダンス踊ってます。踊ってる間は回復します、そんだけです。なんやこの極み、一旦落ち着こかの極みや。ちょ、これ使わせてって、ちょ、どうやって、四角か、オッケー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 、やっと使えた。おいおい邪魔すんなよ、はい極み、あ、強撃、はい、近づいて極み、はい、ぐるっとローリング。いや難易度が難しいから全員強いんよ、雑魚敵がなんやこいつ、お前がなんやねんこれ、ボケ、ほんま、もうおいおい絶対勝たれへんぞお前追っては倒した、全国追うぞ、了解。よし、四角打つって書いてたな、右側に。あ、回復アイテムか、三星弾、何ですかそれ、装備しましょう。三星弾、攻撃力500けど、なんか追加効果ありそうやな。で回復しといて、やっぱ回復はええか。よし、 OK、 行こう。あー、出たな中ボス。鎧をとりあえず剥がせばこいつら余裕やから。どんだけでかいでお前、テニスの王子様やんけ。なの、お前右の金棒で殴るか思ったら普通にパンチしてきた、わけわからんやん。攻撃力強攻撃力強、バケモンや、えぐい、380が、よいよいよい、余韻で200、400食らってるやん。はいはいはい、鎧剥がれたり、やめろやめろ、はい、いや、ちょ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 
余韻で危ない、余韻で死ぬ、何やねん余韻で死ぬって。はい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 、あちょお前えぐ、ほんまにガードしてんねん、ガードしてんねんって。はい極みえぐすぎるってこあいつ、テニスの王子様。はい谷本鎧、鎧やねんな、ただの女神の施術、女神の施術まだか、紅剣舞終わりだ、出血するからな、女神の施術まだか、えぐい、なんやねんそれ、700ぐらい食らったって、なんでこんな中ボスにやられなあかんねん、再挑戦じゃ暴言、ここからかいここからかい、あーこんな簡単やったんや、四角で打つを押しとけばこんな簡単だったんだシャーリベンジックここまで、でかすぎんねんて、三星弾使えってことかこれ、強化弾を三星弾に変えて一回打ってみるか、いや全然407食らったあいつ、だーけなんとかの極みで、極み爆音突、爆音突、ちょわからん、お前それ投げてんのなんやねん、ちょ危ないな、ちょえぐいって、えぐえぐいって、ちょえぐ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 い、意味わからん、難易度高いとかのレベルじゃないやろこれあ608、あ結構鎧に対してダメージが、お前喋らせろ、避けて、危ないな、オッケー、オッケー、オッケー、はい極み陶器球、はい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 、ドラゴンボール、えぐ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 、危ない危ない危ない、一旦回復しとくか、一旦回復しとこう、あぶねえ、いいよいいよ、あいいよいいよ、あいつは鎧も砕けてるから、いや危ないな、はい虎の極み、虎の城だけに虎の極みいくで、阿部寛バカと息子そ東大に行け、ほんま全然食らえへんやん、ほんであ結構食らってるわ中身の HP は少ないんだよこいつ、はい極みパンパン、鎧なかったこんなもんかお前、ヘボいな、バーンバーン、ちょあえぐえぐい、お前らほんま油断も隙もないな、えぐい、ちょやめてほんまやめて、よやめて、ガードしてんねん、ガードしてるガードしてる、極みくれない、出血しろ、バイクおい戦国大丈夫かこれ、戦国戦、戦国戦もあるやんな、おりやちゃうねん、はい極みローリング、これ他の相手にもダメージ与えてくれへんか、与えてくれた、ありがとう、オッケー一人倒した、はい極みもう一丁、こっちは三角で仕留めるよ、はい追い打ちの極み、さあ対マンですね、でかすぎんだろう、おい奥田えぐいってリーチ長すぎ、ちょ立て立て立て、えぐい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 、一旦うん何もないな、42か、あいつあ鎧はもうあれされてんのか、避けて、危ない、おー危ない危ない、うぅ避けて、はい剣出して、あーやばいやばいやばい、こいつ極み、こいつ極み効かんのちゃん、こいつ極みできへんあこいつ極みできへんタイプか、ちょ待て待て、危ない、ちょ油断してたら死ぬ、あっぶねー、なんで287も食らうねん、よろけとるよろけとる、強撃のけとれよ、リーチ長いねんなお前それな、欲張らない、避けて、あ避けてんねんけどな、判定が甘いな、オッケーオッケーオッケー、
あとはもう危ない、遠距離も対応してますと。避けて、はい、三星弾強化弾か。あ、俺三星弾装備しなっけ。まあいっか、オッケー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 。あとはおい、なんでそれ食らうねん、避けてるやろ。奥だ、おい、ローリング、ローリング当たるねローリング当たるね、覚えとかないと。はい、西谷さんの極み、持つべきものは西谷誉れ、あざす。声枯れるわでかすぎんねんて、お前なんやねん、どこでその鎧作ってん。戦国虎の城、虎2匹、ダッサいな。お前が戦国虎の城だな、ダッサいなその着物。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ、だが豚書まで来てもらう。観念してくれや小物すぎ、いらん小芝居はもうええで。戦国は小芝居なん、なんや遅いやないか、起きた。どういうことだ、繋がってるんだ。さーてどういうことやと思うこれ待って、戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。やばい回復アイテムが足りんぞこれ。そういうこっちゃ、わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。知ってて、お前機関銃撃ってきたんか。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。あの大きい男も、おかげでだいぶ楽に切れてやろ。どこがやね感謝しや。キモいねお前顔面。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんさかい。ほれ例の芹沢カモもそうや。出たカモ、あ、これプッチになるんちゃう。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっぱらすわえらい無茶する人やったらしいけどな。龍馬ぐらい無茶しよんな。戦国藩、町の噂当てならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。お前よりマシやけどな。あ？そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、バックへの口利き忘れんとたらまぜ。バックフへの口利き、てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ああ、自分のな、利益のためか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけとちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何？何？なあ、起きたはん。そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしは、こいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。俺をおびき出す。ベラベラよう喋るやつやな、ほんま。切ろうぜ。お、起きたはん。はあ？起きた。ええ加減だ。なんでや。はい、お疲れさー。起きた。お前。黙らすには切るのが一番やからな。聞いたことないか、カモを語るべからず。新選組の暗黙の規定や。せやからつい切ってもうた。ついな、ついやったしゃあないな。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが。なんすか。なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんか。さあムービー入ります。戦国が俺をおびき出した理由、それはこういうことや。うわ、俺先端恐怖症やね、やめて。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭、
坂本龍馬ちゃん龍馬ちゃん、いや調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。なんでよ。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれをわしがその覆面の男やからや。天然理心流の構え。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ1年前からどんくらい強くなったか見せてくれよ、はじめちゃん。いや龍馬ちゃんや。 BGM かっこよすぎ。さあお祭り男 VS 新選組一番隊隊長沖田総司。かっこええ、このシーン。いいね。いや、ムービーからバトルへの切り替え、いいね。はい、強撃。ちょっと待って、回復させて。いやー、お前、あ、お前ダンサースタイルも、この時代からダンサースタイルもやってますね。祖先ちゃいますのそれ。避けて。お、やるね。ガードされてたら近づきの極みはできないと。はいはい、片翼の天使バチパーアバヤ。そしてお休みやって、なんやねんそれ。極み本気で生かしてもらうぜ。はいはいはい、強撃は避けられる。ガード、はいはい、ガードあってこう。強撃避けられる。避けて避けて避けて、連撃はえぐいよ極み。はい、三角追い打ち。さあ、あれ全然 HP 減ってないよおーいおーい龍馬、避けて、はいはいはい、避けて、はい、あかんな、欲張ったか。はいはい、女神の施術、癒し快感、ほぐし快感や。何に癒し快感って、ちょっとやらしい店にいたいなって思ったやんけ。あの時の天然理心流の動きとは全然ちゃうようやけど、沖田さん、ほんまにあんた西谷さんと沖田のダブル、おお、今度いい共演できたな今。出た、入隊試験の極み×。はい、そんいうわけにはいきませんよ。一回見た技やからなそれは。はいはい、避けて、銃でも使うか。さすがに避けてくるよな、精進の恩恵なんかわからん。あ、いい極み爆音突突って読むか知らんけど、極み体力全然減ってへんほんま、こんだけ攻撃して避けて、危ない危ない危ない。いやいや言うてますけど、あんたには、2594! 食らいすぎやって。ええー。あれ食らったあかんねや。うわ、乱暴やから避けれると思ってんけどな。再挑戦。来ますか。沖田総司。あ、ムービーシーンのあれとは違う入り方だったな。はい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 。極み。動きは分かったからな、お前の。全然効いてないね。全然効いてない。まず回復しといて。もう回復が少ないな。女神の施術をどんだけできるかやな。仙台金丸やめて、骨ばみか。骨ばみにしようか。攻撃の防御を崩しやくなる。あ、そんな効果もあんねや。めっちゃいいやん。はい、片翼の天使。あーまあ、よそしておやすみ。これ、あれかな、名言かなこの人の。誰か知らんけど。はいはい、女神の施術溜まったよ。あ、ほんまや、ちょっと防御崩しやすくなってる。あ、いいねいいね、あ、いいねいいねいいね。はいはい、
避けて避けて避けてガードか避けてガードか避けてガードか避けて女神の施術粗品みたいな状態全然ガード崩れへんなお前さすがやなはい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 えっこれ連撃すぎる連撃すぎるいいよ隙ありやなあの後の後はじゃあの2500食らう技だけは食らったらあかんからはいはいランブランブコマンドくるよ剣投げて弾き返してバツさっきと一緒はい見切り切りからのヒートゲージ溜まってるからあちょっと待って極めできんかったはい西谷さんの極みやばい来るおはは危ねー超必殺やなあれはい極みやっと半分削ったぞいいね212よし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 欲張るな欲張るな早なったな動きがやばい来るいやあ怖い村長続き一緒にええじゃないか踊ろうぜお祭り男の名に恥じない動きですありがとうございます戦国虎の上帝で、実況中継危ない戦闘の実況中継はできませんね避けてはい一刀の極み したいよもう何喋ってるかわからんやばいお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 いはいなんとか精進のなんとかはい爆音突レッツファンキーこいつは誰こいつは誰極み極みできん装備を三星弾がなくなったから強化弾に戻してあ忙しい受けてよ81か危ないはい極みよし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 さあ4分の1あの技さえ食らわんかったらまだいける後ろ取って欲張らないはいはいはいいいよ100食らったはい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 10やばい来る避けて危ねえランブランブいいそれは効かないかやっぱ雑魚的専用やなこのランブはいはい避けてうーいぐるっとはいはいやばい来る避けてあはあ危ねえ出血状態ちょうわ動きをつらってるそんなんあんねや出血状態ってそんなんなん出血状態ってそんなんなん怖いガードガードはいもうちょいやぞ危ないよ危ないよ危ないよはいはいはい西谷さんで決めるオッケーえ、またや死んだ出血で死んだあー閉まらない全然閉まらへんさあ入隊試験の時とは反対の立場になったな高校まで再現されてる。強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。祭り。なんで引っ込めるんやあんたじゃない龍馬分かったな手合わせしたからおやっさんを殺したのはあんたじゃないあんな奇抜な動きしてなかったもん起きた
わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、やつの剣が純粋な天然離心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小立ち術を取り入れたものだ。はい、我流ね。そうじゃねえか。放心状態。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。やり合いたかったんか。そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。カルピスウォーターみたいな味しました。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。はい、坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。わしと似た者同士。似た者同士なんでよ。なんでもあらへん。うわー、気になる。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。戦いの味を覚えちゃった。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。まあ、朝日屋におったもんな。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで、はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。信じてええんか。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。はい、絞れてきたな。なら一体誰が。いや絶対知ってるやん。起きた。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。東堂ではないやろな、確実に。さあ帰ってきたね、トンショウ。はじめさん。お涼ちゃん。お涼、どないしたん。なんでこんなところに。はじめさんにって、中岡さんから。中岡さんから。あいつ直接渡したいのに。手紙なんて書いてる。なんだと。長どうした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 。はじめちゃん、バカだ。はじめさん、兄弟が死んだだと。ゼロペーター、そんな展開あったっけ。